でもそんなんじゃダメ、もうそんなんじゃほら、心は進化するよ、もっともっと。すまん、カンニング交渉は失敗だ。そうか、どうすっか。このままだと不可だ。ドイツ語の単位を落とすのは痛いぞ。仕方がない、自力で何とかしよう。まさか今から勉強するのか。試験まで時間がないぞ。ノートの縮小コピーの限界に挑戦する。自力のカンニング、これが字の読める限界サイズだな。だいぶ小さくなったな。隠す場所を考える必要があるな。でこれをどう持ち込む。そうだな、例えば筆箱の中、飲み物のラベル、タオルの内側。野島はどうする。俺は湾内で行く。湾内と一夜漬けか。いや、湾内だ。俺は内輪の裏かな。なら俺は服に仕込むか。お前らドイツ語の単位が重要なのは知ってるな。ああ、もちろんだとも。絶対に最後まで諦めず、みんなで単位を取るぞ。ああ、はい、それではまず筆箱はしまいなさい。えバカめ、予想できたことだろ。おい、助けてくれ。んー、どうしようかな。それと飲食は禁止です。そんな目でこっちはみんな。一時開始です。終わったら退席して構いません。では始め。退席します。覚悟を決めた笑みだったか。そういえば下川がいないな。ああ、やつならさっき。さっきなんだ。気にするな、死人が一人増えただけだ。しかし、カンペを見てもほとんど解けん。チームプレーだな。任しとけ。これは何かね。みんなで協力は。みんな出来が悪いな。問題が難しすぎるんだよ。仕方がない、サービス問題を出そう。おお。講義中の話から出題します。今から言う単語をドイツ語に訳して裏面に書きなさい。第1問、心臓リウマチ。わかるかんなもん。サービスの意味を誰か教えてやれ。第2問、裸でバナナを持つ男。講義中に何の話をしていた。本当にドイツ語の講義なのか。最後の1問、ジェームス・トーマス。人名じゃねえか。しかも明らかに英語だろう。やってられっか。君と夏の終わり、将来の夢、大きな希望を。